asking for much, it's been a long week, I'm looking for fun. Please fill my cup, find me under the sun. SOS, I'm just looking for a good time. Oh, 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 and I'm singing like, oh, 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 oh. Lit check, been a minute, let me hit the homies in a group text. 10 years, same team, true vets. Got a couple trophies, but no chains on the neck. Got a couple Cardis, we don't flood with baguettes. It's a very small world, so my hand holds. Wake up, make the money, that's a man's role.懐かしいな。何年ぶり？俺は3年ぶり。3年ぶりのバタや、まあ、とりあえずちょっと人も多くなってきたんで、また次の場所まで池袋へ走って飲んで、ちょっとホテルまで頑張ろう。あ、大きく踏ん張り、よっしゃ、行こう。いいよ。We used to have a long time, pretty late. Spent the whole thing about it next day. It was easier, so much easier. Well, like that time I picked you up outside of school. Said, screw my dad, I make my own rules. It was easier than so much. You want to ask me? Oh, you want to ask me? I'm going to ask you. I'm going to ask you.1時チェックインまでまだ時間あるから、で、朝飯食ってないやん。うん、ちょっと朝飯行きましょうよ。いいとこ知ってるんですか？いいとこ知ってるんですか？いいとこ知ってるんですよ。え、行きましょうか。おしゃんだか、おしゃんだか、行きましょう。おしゃんだか、そうタイと言ったらおしゃんだかないでしょ。行きましょう。はい。けど、じゃちゃうやん。ちゃいませんやん。僕があの映えスポット言いましたやん。ここドラゴン、よく来てたとこ、ついつい入ってしまったな。飲みたかって。ビール飲みたいなーって。ちょっとこれ飲んで行こう。今はこれをちょっと楽しもう。じゃ次のお場面は目的地やな。もう目的地も。おしゃれカフェ。ついつい入ってしまった。悪いっすやこれ。朝からいつも飲んでまうね。はい、来たら。うまい。あかんあかん。うまい言うてる場合じゃないわ。忘れてしまう目的を。とりあえずまあこれちょっと飲もう。飲んでから行こう。はい。よし、OK。チャーターできたな。めっちゃ近い距離やけども歩いて行ける距離じゃないから。チャーターして行きましょうよ。まあ、ちょっと足元見られたけどな。はいよ。あ、OK。 はいよ。あー、さあ、だから無事にたどり着くことができるでしょう。はい、はい。暑い。マジ暑いな。あ、OK。 あー、まあ、暑いわ。お目当てっすよ。
ちょっとパンツが欲しくて。ほうほう。まあでもちょっと他も見てみよう、パンツ。実はあの飛行機が格安航空で、ほう、7キロまででしかダメなんですよ。ほうほうほう。だってあのパンツ持ってきてないんです。ほうほうほう。どこ削っとんねん。だって暇買わないと明日履くパンツがないっていう。ほうほうほう。わかります。パンツを探そうかなと。ちなみに俺が出した金額は800を650にしてくれと。さあさあ、イエーイ。あの動画には映ってないんですけど、あのパンツ買い終わった後にまさかあのチャンネル見てくれてる方がいてて、履いて屋さんですよね。ちょうどこの動画見てきましたっていう、その何年か前のこの動画をで固い握手を交わして、今までこうタイに行き続けてて一番嬉しかったかもしれない。まさかタイで声かけられると思えへん。ほんまびっくり。面白いっすよね。 YouTube やっててよかったなって改めて思った。この動画見てまたな、次のフォロワーさんとか、まあ、参考になるかどうかわからないけど参考にする要素はないけど、うん、まあこんな感じでゆるく買い物できますよってことで。しかしでもあれですね、ん、東南アジア特有なのかな、分からないけど、うん、タイしか行ったことないけどさ、東南アジア、うん、タイしか行ったことないこともないか、ハエがめっちゃ多いって。お前はめっちゃ手振ってるとかめっちゃハエがびっくりするぐらいハエが多いって。俺さ、そのクッキーはさ、辛ラーメンっぽく見えるけど、うん、どっちかないの辛ラーメン。辛ラーメン、うん、もうダントツで。あ、そう。でそれは大して辛くないんや。全く辛みないねん。あ、そうなの。見た目辛さやないな。色めっちゃ辛さやねんけど、うん、辛みはもう一切ない。あ、もう あ、うまかったっすね。うん。結局私は170ワーツでした。はい。で先輩さらにビール頼んで、うん、トータル何本来たんですか。驚きの
665バーツ日本円で2628円、本日のレートで。じゃあだから僕がまあ大体800円いかないぐらいからね、はい、700円台ぐらいかな、うん、で2600円ぐらい、3倍使いすぎやろビールってなんでこんな美味しいんやろな。まあ日本で飲んでも美味しいけど。何飲んでるんですか。ビアちゃん。安いんですか。いやそんなに安くないんじゃない。ないね。80バーツ。でも言ったら今日朝食うかな。あ、アウト。アウト。